松村秀一松村秀一3月1日から1962年9月7日は日本の陸軍軍人国会議員。最終階級は陸軍少将、熊本県出身。松村また熊の息子として生まれる。八代中学校、熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1920年5月陸軍士官学校を卒業。 同年12月、砲兵将尉に任官し、野砲兵第十二連隊付となる。1928年12月、陸軍大学校を卒業した。1930年12月、参謀本部付勤務となり、陸軍野戦砲兵学校教官、関東軍参謀部付を経て、1935年8月、砲兵少佐に昇進し、陸軍兵器本省付に就任。 1938年3月、砲兵中佐に進級し、関東軍参謀となる。同年7月、陸軍省軍務局付に転じ、大本営陸軍報道部長に移動。1940年8月、砲兵大佐に昇進。同年12月、内閣情報局、第二部第一課長に就任し太平洋戦争を迎えた。1942年4月、 内閣情報局第2部長心得となり、軍務局付けを経て、1943年、大本営陸軍報道部長となる。1944年8月、陸軍少将に進級。内閣情報局第1部長を経て、1945年7月、中国軍管区参謀長兼第59、軍参謀長に発令され、在任時の同年8月6日、 広島市で原爆に遭い、重傷を負った。翌月、中国軍艦区参謀長を退任し、同年12月、予備役に編入された。戦後、公職追放。追放解除後、1956年の第4回参議院議員通常選挙に、自由民主党から全国区で出馬し、初当選。国会議員としては、内閣委員や社会労働委員を務め、 法務委員長にも就任する。1962年に第6回参議院議員通常選挙で再選されるも同年9月7日病気により死去。去年62。ありがとうございます。